はいえー、皆さんこんにちは。サンチャンネルの山口さんソンですで。今日ですけれども、あのまあ、福永関係の裁判なかったんですけれどもね、なんか一日バタバタしてるですね、お昼ご飯食べる暇もなくてですね、<laughs> なんか夕方頃にあにディナーとランチを兼ねたものを食べたと、まあ、いうところですね。で今日は KDDI の,の、ねえー、事件をあの閲覧してきましたので、それについてお話をしていきたいと思います。共有しますね。 ハーチュー対 KDDI ですね。令和さ年ワード4665ということですね。さっき事件番号間違っちゃってあ取り直しをしております。で、あの、伊藤アルカがですね、まあ、福永克也代理で、ね、KDDI を訴えた事件ですね。ちなみに KDDI はですね、いつも星川雄二さんという人ですね。まあ、この方が代理人に就くことが多いですね。次回6月23日の15時30分ということですね。ちなみにこれ、あの、答弁書でしっかりした答弁書が出てて、 でそれに対して福です、ね、福永がまた例によってすぐに反応しているんですけれどもで、それに対してさらに、ケリディが再反応するということで、まあ、かなりです、ね、ガチにやっていくというところの事件でございます。でどういうのが対象になっているかというと、まあ、ガルちゃんが多いんですけれども、あとツイッターが一件あるという内容ですね。でガルちゃんでですね1個目が、えー、去年の2月4日ですね、ブスでババアで顔でかい。 だから、派手な顔、髪色は似合わないよって言ってやりないですかスカトロなんだな <laughs>。うーん、こうあれなんかやっちまった感がちょっと漂ってるんですけど、ただね、この人ね、あの俺じゃないって言ってるんですよね <laughs>。で、どういう理屈かっていうと、いや、俺はその日会社だと。でしかもうちの会社はあのスマホ禁止だと。 でちゃんと勤務時間表もあるってことで,ですね。あの勤務時間割がですね、なんか、河書についてるんですよ。という、すごい反応をしているというですね。で、福永はそれに対して第一事務所面で、もちろんその答弁書でね、あの、k ディアの人がそういうふうに書いてるんだけれども、それに対して福永が第一事務所名でですね、いや、それをなめてんだろうと。<laughs> まあ、いいような反応をしてましたね。さあ、どうなりますでしょうか。ですね で、2個目ですね。これも2月4日ですけど、わざとぶつかって、この人が拠点多いから信用ならない。妊婦だからじゃなくて、普通に勢いよく,歩,く歩いてきてぶつかられたことを、わざとぶつかられたってなってそうと。まあいいやつで、まあこれはさ、なんか嘘が多いってことをちゃんと証拠出せればさ、まあいいんじゃないのって気がするんだけど、なんとこれね、取り下げなんだよ。っていうのは、あの、特定できない。つまり同じ IP を割り当てられた人が複数人いるらしくて、どの人かって特定できないらしいんですね、プロバイダー的に。 なんで、これどうしようもありませんと。まあ、いうことで、えー、福永先生が取り下げたと。まあ、いうことですね。なんで、これは対象外になりました。おめでとうございます。から、2月の4日ですね、私も思った、髪の毛、縁の色に染めた言い訳、全部架空の出来事、架空の人物で商売になり,た,なりたってるから、ついつまわなかったり、詐欺まがいのことをしたりするんだよ。これさ、だから嘘を言ってるっていうことを、まあ、ちゃんと言えれば勝てそうな感じがするよね。 で、この後は、えっと、神田先生に意見書の依頼をしてて、で4月20日付けで神田先生の意見書が出てます。で、押川先生も、まあ、それを引用する形で、まあ、しっかりと反応していると、まあ、いうことですね。で、これ見たらね、なんか、あの、ハーチューの嘘集みたいな感じですね。なんか、<laughs> いっぱいこういう嘘言った、こういう嘘言ったってわばーっとこう、10個ぐらいあったかな、なんか書いてありましたね。はい。なんで、まあ、これは、かって叱るべきだよね。 最近、発信者に厳しい風潮があるんで、どうなるかわからないところがあるけども、理屈の上からすれば勝ってるはずだなという気がしますね。これはまあ 2,、えー、と2月4日ですね、読んで末席先に思ったこと、男の人にワーぶつかれた嘘くさ。<laughs> たまたまぶつかるだけではード言ってそう。この平然と嘘つくし、話もあるしい、間違ったこと言ってもさらっと論理のすり替え、責任をなすりつけをする人だから。全くこの話を信用できない。 被害妄想激しいもんね。アンチアカウントのやつらに虐待通報されたって断言してるけど、それただの決めつけでしょえ前も電通女子の先輩、博報ととので、軍に行った時に、に、蕎麦屋のバイトだって嘘ついたとか言ってたけど、それもつく話だと思ってる。ハーチューの話は何と信用できないねってわけですね。まあ、これもだから嘘だってこと言えればいいのかなって気がしますけど、うんまあ言い過ぎてる部分もあるのかな。どうなんだろう。政府っぽいけれど、どうなんでしょうね。で、5番はちょっとやっちまったかなと思ったんだよね。 2月5日で、だんだんと日本人じゃないのが分かりやすい顔になってきたんです <laughs> お前、人種差別してるやんかと <laughs>。アウトとかですねなんか、読んでて思ったんですけども、これ4月12日。で、この人も、あと2人ね、あの8人のうち2人、あの金井先生に依頼してて、で、この人も金井先生の意見書がついてるんですよ。4月12日付ですね。で、さすがだよね、金井先生。なんて言ったか。じゃこれさ、髪の毛に変えたわけじゃないですか。 で、髪の毛で変えたんで、オランダ人みたいだねって言ったらどうなのってわけです。で、ハーチューってなんか昔、その外国人の女性に憧れるみたいなこと結構変えてるらしくて、えだったらその、ね、ハーチューさん髪の毛で変えて、なんかオランダ人みたいだねって言ったんであれば、これセーフでしょってわけですね。で、オランダ人って日本人じゃないよね。<laughs> じゃあこれセーフなんじゃねえのっていうのからですね、神田先生の理屈で。いやー、なるほどなー、とは思いゃしたね。うん、まあ、言われてみればそうだよね。はい。 というなんかへーと思ったあの意見書があったということですねでもちろん星川先生もしっかりと反応してました6番ですねこれやっちまった感が漂っててえっと遠い昔東南アジアのある国に住んでいた頃日バテルよく女性と乳児の者が読み替えました あくまでも現地の噂なのですが、その物いは本当の親子ではなくて、闇組織は誘拐した子供を生活困窮者に連帯して一緒に物いさせていたと聞いたことがあります。かわいそうで思う気持ちを利用して、闇組織は金を儲けているから、施しはしない方がいいと言われました。自分が産んだ子なり、まるでレンタルされてきたかのような表情の息子と、SNS 走りや話題にした時だけ息子を母親の実家から借りてくると思われる母中の人々の同情をあれめ誘いながら金品をやる姿が、あの東南アジアで見た物いを操る闇組織で重なりました。<laughs> えコンテンツとしての子供がずっと欲しかった。朝発売です。これはどうなのかななんかちょっとやりすぎてる感じもしますよね。まあいいや。はい。まあ一応大塚先生はあの反論はしているということですね。しっかりと。で、7番ですね。事実婚に席合ってないか言ったら破局ってことかね。あんなに口うるさくて重爆の隅を突くような荒ざかしされたら嫌になるだろう。顔は犯人。 性格は腹黒く、金に来てない、いいねリやル。そりゃ、成功も子作り以外では無理ってなるな、だそうです。これね、まあちょっと後で、あの、これ話をしましょうね。はい、とりあえず置いておきましょう。で、8番、これだけツイッターなんですね。で、これゆき、ゆきぴよさんです。で、ゆきぴよ七77っていう、あの、アカウントですね。で、これ、これはちょっと遅くて、7月3日のですね。 血液クレンジングステマやら、妊活詐欺やら、脱,脱社畜サロンでの、えー、作詞やら、戦たで当然のことしておいて、この高がん無失は本当に飽きれるよね。ハーチュウさん、アンチからの謝罪締め切り報告。ですね。これ日刊スポーツの記事からなんかを引用して書いてるということなんですね。で、これさ、ちゃんとやれば勝てそうなんだけど、血液クレンジングステマにしても、妊活詐欺にしても、それは本当だってことをしっかりと言わなきゃいけないじゃないですか。だから、これもう回答書次第なんでね。 しっかり回答書を書けば勝てるだろうけど、回答書書かないと、これもう社会的評価を低下させるのは間違いないんで、負けますよっていう事件なんですけども、なんというピアさん本人に聞いたら、紹介を受けてないんで、回答書書いてないと。<laughs> いや、俺は KDDI 使ってねえはずだと <laughs> 言っててですねあ、あのー、回答書書いてないらしいんですよ。ちょっとこれアウトじゃん。<laughs> と思ったわけ。 ところが、育きさんね、悪運が強いというか、なんというか、あの3番の人と5番の人がさ、あの神田先生に依頼して意見書を書いてるね。で、神田先生が詳細なこう意見書と、それから証拠を出してるわけよ。で、星川先生がその証、神田先生のその3番、5番のね、あの意見書をもとに、その血縁クレージンに関してはこう,、ね、こういうステマがあったんだと。だ認可先に関してはこういう詐欺っぽいことがあったんだということをですね、しかもこう言っかり書いてるんですよ。 なんで本人何も回答してないのにだから神田先生の意見書を他の人が頼んだおかげでこの人なんか勝っちゃいそうなんですよね。<laughs> なんでラッキーって感じですよね。という,うお話でございました。なんで、まあ、よかったよかったって話なんですけどもただこのゆきぴよさんすげえ問題があるんだ。超超絶ふざけんなって問題があってそれは何かっていうとこの人、仲間なんだ、うん。女性のふりしてるけど男なんだ。 という問題があってですね、いや僕はあの立場的にはやっぱりハーチューさんと戦わなきゃいけないですね、ハーチューワンチューど、そのハーチューと戦わなきゃいけない立場なんだけれども、もぜひハーチューさんです、ね、でこのユキピオさんの氏名、住所はいいんだけれども、性別だけはぜひ開示にも持ってきてほしいと、まあ、いうことはですね、これだけちょっとハーチューさんにお願いしたいかなと思ってますね。で、ね、福永の主張ですけど、まあ、一番ですね、また例によって少し有名な一支人とですね、 デブスババーとか言ってて、まあ、これはあれですよって言ってるんですね。まあ、ただこの、この人はあの折り返いてないというふうに主張している方ですね。で、2番はこれ取り下げだからいいよね。で、3番ですね、全部嘘そ、格、ね、だって言ってるやつは、単なる人格攻撃だと。特段根拠ないって言ってるんだけれども、まあだからさっき言ったように、これその、こういう嘘言ってるじゃんってことを言えるんであれば、こんだけ嘘言ってるんだから言われてもしょうがないでしょ。ね、あのその順人間でゃないでしょっていうことは、なんか言えるような気がするんですけどね。 なんで、真実性を言えれば、なんか、ここはかってるような気がしますけどね。次もそうですね、嘘つきとか、この人平気で嘘つきし話る、ね、話してもいこれもそれもさ、だから、そのこういう嘘言ったじゃんってことをちゃんと言えればわかってるような気がしますけどね。から5番ですね、日本人じゃないのに分かりやすい顔になって。<laughs> で、これやっちまったかと思ったら、神田先生がね、俺同じならいいんでしょっていう反論してて、なんかこんなのとなと。やっぱすげえなっていうことですね。 で福永先生が何言ってるかっていうと、アイデンティティの根幹となる人種に関してと言ってるんだよね。で福永先生さ、なんか女性は子育てがアイデンティティの根幹だとか言っててさ、でそれからその何職業はやっぱり人間のアイデンティティの根幹だとかです、ね、言っててですね、なんかアイデンティティの根幹がすごい好きでさ、で、人種だとか職業だとか子育てだとかをアイデンティティの根幹だと言ってるわけですよね。じゃ一体何が根幹なのかってですね、なんか今度聞いてみたいって気がしますね。 だから6番ですね、南アジアは物語に立っててやゆしてて、結構必要で、どうのこのでっていうので、まあ、まあ、これはどうかな、やっちまった可能性もあるなというふうに思いますけどね、まあ、セーフになることを祈りましょうか。で、7番ですね、顔が半に合ってんです。これ、これやっちまってんだろう <laughs> と思ったんですけど、いや、これも反応してね、ちゃんと。 どうやるのかっていうと、いや、ハーチュウ、美人じゃんってわけですよ。ハーチューってさ、写真がもういっぱい出回ってるわけじゃん。で、まあ、ぶっちゃけさ、やっぱりその、平均より上だと思うんだよね。なんで、いや、僕もそう思いますよ。なんで、美人のブ分に入ることは、誰しも認める、僕も認めますよ、えー。誰しもが認めるところであって、般若の目に似てると言われた,われたからといって、原稿が醜い要望だと思うやつはいないと。だから、忘れようにな なるほど <laughs> なんかもう結構、すごい言いいわけですけども、いやー、これ通ったらいいなと思いますね、なんか、はい、いや、なかなかちょっと考えつかなかったですね、これは。はい、で、あっちはさっき言ったようにですね、あの血液レンジとか、まあ、事実をいっぱい言っちゃってるんだけれども、まあその神田先生がいろいろ検知出しておかげで、これセーフになるかなという気がしますね。ただ、このネカマのでどうなんでしょうかというところですね。 はい、というわけで、今日はですね、ハーチュー隊 KDDI の事件ですね、もう個人的にはこのネかま事件が一番気になってるんですけれども、<laughs> 皆さん、どこが気になったでしょうかね、よかったらチャンネル登録,登録と高評価ですね、それからコメントと投げ銭の方、よろしくお願いします。どうもおやすみなさい。